キビって言うと桃太郎を連想しませんか。解説の霧雨マリサです。指導将軍の中にキビツヒコって人物がいましたよね。白霊霊夢です。キビって古代から重要地域でしたよね。魂魄用夢です。今回は古代キビを題材にしたいと思うぜ。キビっていうのは、古墳の大きさランキング4位の造り山古墳があるように、古代日本において重要な地域だったことは間違いないでしょうね。キビから大和に埴輪の原型のようなものが伝わったり、墳丘墓や銅鐸なんかもキビから大和に伝わったと考えられている。大和王権にとってもキビは重要な地域だったと言えそうですよね。神武統制が本当にあったのかは不明なんだけど、神武統制において神武天皇はキビに3年いた記録が残っているぜ。神武統制といっても、大和に入るまでは戦争も起こってはおらず、キビで兵糧や武器の準備をしたんですよね。でも、神武統制においてキビの人たちは神武天皇を助けているわけだから、友好関係があったってことになると思うんだけど、神武統制においてキビは平坦をつなげるための重要地域になるはずなんだけど、なんでキビの人々が神武天皇を助けたのかはよくわからない。天孫族のカリスマ性がそうさせたのかしら。神武天皇が稲作をキビの人たちに教えたから3年もかかったとする説もあるみたいなんだけど、ウプ主は信じてはいない。水田稲作をするには莫大な設備も必要ですし、そんな聖人君子みたいな人がいるとも思えませんから。今回は神武天皇の話ではないので、そろそろ始めていきましょうか。今回の古代キビの動画を作成するにあたり、ベースになっている書籍はこれだ。ベースになっている書籍は門川選書のシリーズ地域の古代日本出雲、キビ、伊予となっております。概要欄にリンクを貼っておきますので、興味があれば購入してみてください。弥生時代から古墳時代において、日本列島内で力を持った勢力はいくつかあったことは間違いないだろう。大陸との貿易を独占できる立場にある北部九州の糸国や名国のような勢力や出雲や吉備なんかが弥生時代の大勢力って感じかしら。邪馬台国九州説に従えば、九州には邪馬台国があり、三国志の義とも通じており、それなりに力を持っていたとは思いますけど。邪馬台国なんかは中国の司書である魏志倭人伝に名前があり、有名なんだけど、吉備にも大勢力があったことは間違いないだろう。吉備は文献的な資料には弱いんだけど、立て付き墳丘墓や造り山古墳など大規模な建築物が残っているわけですから、巨大古墳や墳丘墓が作れるってことは、民衆を動員する力や土木建築技術、食料の豊富さなどが吉備に備わっていたと言えるはずだ。経済力や技術力がないと巨大建造物はできませんから。ここで問題になるのは吉備がどうして大発展したのかということだ。出雲なんかは日本海側の鉄の交易で発展したことがわかっているし、そうなると吉備も瀬戸内海沿岸地域にあるから交易かしら。古代の吉備といえば岡山県のイメージがあるのではないだろうか。吉備といえば桃太郎のイメージがあり、桃太郎電鉄っていうゲームだと、岡山には桃太郎ランドなんてものがあったと思ったんだけど、実際の吉備は律令制で分割された備前、備中、備後、美作の4つの地域を合わせたもので、広島県の東部も吉備だったわけだ。越の国も越前、越中、加賀、能登、越後などの広範囲だった話がありますけど、吉備も広大な地域を指したんだよね。古代の日本の地域名だと筑紫は九州全体を指したなんて話もあり、今とは感覚が違うんでしょうけど。吉備の地形を見ると瀬戸内海の北岸にあり、背後には中国山地が控えていることがわかる。吉備は瀬戸内海交易の要衝であり、後ろは山に守られている感じかしら。岡山県を見ると吉井川、旭川、高梨川が北の中国山地から南の瀬戸内海に向けて流れているわけだ。古代文明は大河のほとりにできたりするから、吉備の発展も吉備の三大河川と関係していそうだよね。画像はウィキペディアから拝借したんだけど、現在の岡山平野を見ると広大な面積だということがわかる。上空から見ると台風とか来たら怖そうな感じもするんだけど、岡山って台風が直撃することは少ないっていうよね。昔、近隣の神戸では大地震はあったんですけど、岡山県自体は地震も少ないと聞きますが。現在の岡山平野は河川による堆積や江戸時代からの干拓などでできた土地が多く、弥生時代や古墳時代だと地形が違っていたわけだ。小島半島は過去には、
小島と呼ばれている島だったわけですから、イザナギとイザナミの国海神話の中で、小島が誕生した話もあり、古代日本において吉備の重要性が語られているようにも感じる。イザナギとイザナミの国海神話って、おのごろ島や本州、九州、四国を生み出しただけではなく、小さな島なんかも誕生させたことになっていますから。小島半島が島になっていて、岡山平野のあたりには穴海があったんだよね。吉備の穴海って言葉も聞いたことがある人は多いんじゃないかしら。吉備の穴海のような地形であれば、瀬戸内海の荒波を回避することも可能であり、港にするには非常に都合が良いと言えるだろう。区や韓国、糸国、那国みたいに吉備も交易が行いやすい地形なんだよね。地中海沿岸の都市と同じように、吉備も地形的な恩恵を多く受けたって感じなんでしょうね。でも、吉備の穴海といっても、岡山平野の全てが水に沈んでいたわけではなく、倉敷市の城東遺跡なんかは船着き場になっていたみたいなんだけど、現在だと吉備の三大河川である吉井川、旭川、高橋川は離れており、別の水系に思うかもしれない。吉備の穴海があった時代だと三大河川が密接に連携していたと考えられているんですよね。古代の世界では水の流れは重要であり、三大河川を通じて岡山県の物資は穴海に集中する仕組みとなっていた。江戸時代には高瀬舟が河川を遡って、都の物資を供給し、吉備の特産物を各地に輸出していたんだよね。発展する地域には何か秘密があるって感じかしら。弥生時代の吉備で考えると、立て付き墳丘墓を思い浮かべる人も多いかもしれない。墳丘墓は大和よりも吉備の方が発展していて、吉備や各地の墳丘墓が大和に伝わり、古墳に代わって全国に広がっていくんだよね。立て付き墳丘墓は穴海の北側にあり、穴海を見下ろすような場所にあるように思うかもしれない。実際の立て付き墳丘墓は穴海を見るんじゃなくて、総社平野を見下ろす場所になっているんですよね。お気づきの方もいると思うんだけど、古代吉備の中心地である平野は岡山平野ではなく総社平野の方だったわけだ。岡山平野だと壮大な感じがするんだけど、総社平野になると、この小さな平野に本当に造り山古墳が誕生するのかという疑問すら湧いてくるんだけど、地域の古代日本出雲、吉備、伊予の書籍では総社平野の面積の狭さから、銅鐸を打ち鳴らせば、隅々にまで伝わるのではないかと思うくらいだ、と書かれていたわけだ。ここになんとなく銅鐸が何のために作られたのかの秘密が眠っているような気もするんですが。銅鐸というのは鐘のように使うのではなく、鈴のような使い方をしたとも考えられており、本当に鐘としての役割で作られたのかは不明としか言いようがない。銅鐸って、結局のところ何のために作られたのかもわからないわけですから。古代吉備の中心地は総社平野であり、ここが大水田地帯となっていて、吉備の力の源だとは考えにくいはずだ。狭い平野に水田を埋め尽くしたとしても、古墳ランキング4位の造り山古墳を造営できるほどの力は持てないと思いますから。そうなると、吉備には平野以外に別の力が働いたことは明らかでしょうね。ここでポイントになってくるのが三大河川の中で最も西に位置する高橋川となるぜ。高橋川の流れは現在だと総社平野を越えて、南の倉敷市の方に流れていくんだけど、古代では東の方にも分流されており、立て付き遺跡の北の方で足盛川と合流したと考えられているんだよね。そうなると、立て付きや造り山の背後には吉備の広大な河川流域地帯が広がっており、吉備のフロントに立て付きや造り山があった感じかしら。岡山県倉敷市の城東遺跡から船着き場の遺構が発見されており、今では内陸になってしまった城東遺跡まで船で行けたことは間違いない。城東遺跡からは多くの土器が発見されており、出土した土器から地域交流があったことがわかっているんだよね。なんとなく吉備の力の源泉がわかってきたんじゃないかしら。岡山市の吉備津神社の名前を聞いたことがある人は多いと感じる。吉備津神社は吉備の津であり、古代では吉備の中心的な港だったこともわかるはずだ。古代では吉備津が中心的な港で津の名前が残っていたんだけど、時代とともに港町ではなくなり、名前だけが残った感じかしら。地形が変わっても、人間が生きている限りは地名は残り、変わってしまうケースは少ないわけですから。千年経っても8割とか9割の地名は残るっていうからね。立て付き遺跡の付近には津寺遺跡もあり、ここが港に関わる役所だったのではないかとされているぜ。
須寺遺跡からは山陰、四国、畿内、東海、北陸などの特色がある土器が発見されたんですよね。土器の中に物資を入れて交易を行ったり、当時の土器職人が移動してきたなども考えられているぜ。交易って言うと、北部九州なんかを思い浮かべてしまうんだけど、吉備も交易で発展したことがわかる気がするけど、書籍の方では現在の盾突遺跡に関しても述べられており、Google マップの上空から見た図を見て思うことはないだろうか。盾突遺跡の周りに団地が多くあって、南部のあたりとか多くの人が住んでいるみたいだよね。盾突遺跡の大部分は団地の造営で失われてしまった話がありますよね。こういうのって、仕方がない部分でもあるとは思うんだけど、ちょっと残念に感じるよね。そのあたりの部分は書籍の方の解説を読んでもらいたいと思う。ここでは扱いませんがお願いいたします。吉備の盾突き墳丘墓は突如として大型の墳丘墓が誕生したとも言える。墳丘墓が飛躍的に大きくなり木格も使用されるようになったんだよね。木格は棺や副葬品を収めるための木の外箱のことです。盾突き墳丘墓の木格は複雑な仕組みでできており、それまでの棺を用いた埋葬とは隔絶しているという。書籍の方では木格の技術が海を越えて直接もたらしたのではないかとも書かれてあったよね。盾突き墳丘墓の棺に収められた水銀種は中国から産出されたと考えられているみたいなんですけど、さらに盾突き墳丘墓の墳丘には特殊器台や特殊壺が大型化され飾られていたわけだ。特殊器台なんかが出雲や機内にもたらされて埴輪になっているんだけど、発祥の地は吉備だった感じかしら。日本書紀にも埴輪の起源が書かれており、無敵の力士であったのみの宿根が出雲から職人を呼び寄せて埴輪ができたことになっているぜ。でも実際には吉備から大和にもたらされたんだろうね。まあ埴輪の起源が吉備にあり、最初に出雲に伝わり、次に大和に伝わった可能性もあるのかもしれませんが、盾突遺跡とほぼ同時期にできたのが島根県出雲市にある西谷三号墓だという。西谷墳墓群には6基の四隅突出型古墳があるんだけど、三号墓は最大の規模なんだよね。ここでも木格が使用されており、吉備の盾突遺跡とのつながりを伺い知ることができる。西谷三号墓からは吉備からもたらされた特殊器台や特殊壺なんかも見つかっていて、吉備と出雲の強いつながりがあったって感じかしら。少なくとも盾突き墳丘墓の埋葬者と西谷三号墓の被葬者には強い結びつきがあったことは明らかだと感じる。西谷三号墓の方ではガラス製の装身具が多量に見つかっていて、この点が吉備の盾突き墳丘墓との違いだとは言われていますが、西谷墳墓群の中で最初に造営されたのが西谷三号墓であり、西谷三号墓も突発的に規模が大きくなったことで知られている。吉備の盾突き墳丘墓も突発的に大きくなったことがわかっていますよね。書籍の方では我々の想像をはるかに超えるスケールを持つ交易網が形成されたとの言葉を使っており、出雲と吉備のつながりの大きさが巨大な墳丘墓を誕生させたような書き方になっていた。それでも盾突き墳丘墓と西谷の方では墳丘の形が違うなどの独自性も現れてはいるんだけど、ただしここで注意したいのは、吉備と出雲のつながりは一時的なものであり、この後も安定的に関係が継続することはなかった。やっぱり吉備から出雲に行くには中国山地を越える必要があり、瀬戸内海交易に比べるとやりにくさはあったのかも。吉備では墳丘墓があったんだけど、後には前方後円墳や前方後方墳が出来上がったわけだ。ここで問題になるのが前方後円墳がどのようにして成立したのかという点がある。吉備にも造山古墳っていう超巨大前方後円墳がありますよね。ウプ主の過去動画の邪馬台国関連の動画では、吉備などの大和周辺の墳丘墓が大和に伝わり古墳が誕生したかのような解説をしている。関川久義先生の説を採用し、古墳は古式土器とともに全国に広がったのではないかとする説を紹介したんですが、別説では吉備の墳丘墓がそのまま発展し古墳になったのではないかとする説もあるということだ。古墳の前身が墳丘墓だとされているんですけど、吉備は古墳発祥とも言える近畿にも近いわけですし、どうなんでしょう。吉備の古墳に関しては三次元計測を行い、非常に古い古墳である片山古墳や茶臼岳古墳は前方部が東から10度ほど南に傾いているという。方角に関する上空図などが用意できず申し訳なく思います。
片山古墳や茶臼岳古墳よりも少し新しい津倉古墳は北から16度東に傾いており、一丁黒古墳は南から西に31度前方部の主軸の向きがずれているという。古い古墳の方が軸が近く新しい古墳になると、あっちを向いたり、こっちを向いたりしている感じかしら。吉備の古墳の主軸のずれに関しては、謎が解けてはいないんだけど、何かあるのではないかとも言われている。当然ながらわからないんですが。前方後円墳を考える上で尺度も重要だ。古墳っていうのは、適当に石や砂を集めたものではなく、形が整っているから設計した人がいたことは明らかでしょうね。そうなると、長さを測る尺度は重要って感じかしら。シリーズ地域の古代日本出雲、吉備、伊予によると、尺度に関しては、次のように記録されていた。記名丸さんお願いします。はいはい。前方後円墳の設計には、中国由来の尺度間尺、一尺は 23.1 センチほどが用いられ、6尺に当たる部という単位が用いられていることが分かっている。唐突で申し訳ないんだけど、これって邪馬台国の卑弥呼の墓を思い出してしまったのは、ウプ主だけだろうか。卑弥呼は軽百余歩の墓に葬られていることが記録されているんですよね。ウプ主は過去動画で軽百余歩を歩幅である百歩とし、卑弥呼の墓は百歩の円墳だとしていたわけだ。でも、一尺が 23.1 センチで6尺が一歩なら、一歩は 138.6 センチってことになりますよね。卑弥呼のお墓の大きさは100部なので、138.6200 をかければいい感じかしら。そうなると、13,860センチの円墳ということになる。約 138.6 メートルの円墳が卑弥呼の墓ってことになると思いますが、このサイズのお墓がどれを指すのかは不明なんですけど、ちょっとしたウプ主のたわごとだということで。話を戻すけど、茶臼岳古墳の墳丘長は 55.4 メートルで、これを40部で考えるとどうなるだろうか。一部は 138.6 だから、40をかけると 55.44 メートルで、ほぼ数字が重なるよね。初期の古墳は大規模なものが少なく尺度の誤差の割合が大きく、正確な尺度は難しいとされているんだけど、ほぼ当初から一定の尺度を使い古墳が設計されていたと考えられているわけだ。尺度がしっかりしているあたりは、古墳時代が大土木工事の時代だと言われるゆえんにも感じるんだけど、設計がしっかりとしていないと、大土木工事はできませんから。縦付き墳丘墓と形が近いのが、片山古墳だという。それを考えると、縦付き墳丘墓が進化したのが、片山古墳にも見えてきてしまうんですが。ただし、初期の前方後円墳などを見ると、奈良盆地の東南部にある最古の大型古墳ともされる箸墓古墳の設計図が配布され、古墳が全国に広がったとする見方もあるようだ。箸墓古墳とは尺度を共有した設計方法で、各地の古墳が誕生した可能性もあるって感じかしら。古墳が大和から吉備に伝わったのか、吉備の墳丘墓が古墳に発展したのかは、研究者の間でも相違があり、結論は出しにくい状態だとされているわけだ。古代って、結局のところわからないことだらけなわけですから。吉備は古い歴史があり、奥が深そうだよね。吉備に出現した超巨大古墳である造り山古墳に関しては、まだ説明ができてはいませんが、今回はこの辺にしておきましょうか。ちょっとしたヨタ話というか、多くの人にとっては、どうでもいいネタだと思うかもしれないんだけど、邪馬台国の位置が検索エンジンのビングで示されていたわけだ。それを言うなら、説明が必要なんじゃないかしら。ウプ主はパソコンから見たんだけど、マイクロソフトが開発した検索エンジンのビングで邪馬台国と検索してみたわけだ。地図らしきものがあって、そこに邪馬台国の所在地の印があるように見えるんですが、この地図を調べてみて拡大した図がこれだ。これだとアフリカのビクトリア湖の東に邪馬台国があることになっているんだけど、国にするとタンザニアに邪馬台国があったってことになるわけだ。邪馬台国タンザニア説って聞いたことがないんですけど。これって、ウプ主のパソコンだけなのだろうか。ウプ主がもしかして、古代エジプト文明の動画を作るときに、間違えて変なボタンを押してしまったとか、そういうことはないかしら。このあたりはどうなんでしょう。原因はよくわからないんですけど。まあ、この動画が世に出る頃には修正されている可能性もあるような気もしますし。ネットの情報で邪馬台国とタンザニアに関して調べてみたら、九州ではハマチのことをヤズと呼び、
タンザニア語の海産物を意味する言葉から来ており、邪馬台国と古代アフリカ諸国の国交があった証拠ともされているそうだ。弥生時代にアフリカと日本にあった邪馬台国が国交があったようには思えないんですけど。弥生時代の日本って、まだ地域統合もできていないのに、アフリカと国交を結ぶことができるのかしら。昔、中国から絹がローマにもたらされ、ローマに到着した頃には価格が現地の100倍になっていた話がある。そうなると、タンザニアから和国に到着する頃には、現地との価格差はどれくらいになっていたのかしら。世にも不思議なことって起きるものなんですね。それでも、こういうちょっと気になったことを調べてみるのも面白いと感じました。たまには、突拍子もないような説もいいんじゃないかしら。それじゃ、今回はこの辺で終わりにしておきたいと思います。この動画が面白かったらチャンネル登録、スーパーサンクス、概要欄からブログなども見てくれましたら嬉しく思います。それを励みとし動画作成を頑張ります。最後までご視聴ありがとうございました。次回もよろしくです。